さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。福原遥さんがヒロインを務める NHK 連続テレビ小説舞い上がれ第21週新たな出発2月20日第97回、ヒロイン舞福原遥さんと高橋赤楚衛二さんの結婚披露パーティーが描かれた中で、招待者から続々と新カップルが生まれそうな予感が漂い話題になりました。いきなり驚かされたのが、合コンを繰り返していた岩倉の事務員山田大浦千佳さんの社内恋愛、お相手はなんと営業の藤沢榎田貴人さんではありませんか。続いて後藤の若者一太若林源太さんと遠距離でゆっくりな交際をスタートさせていた桃花尾本優奈さんが、私後藤に住もっかなと思わせぶりな発言、一太もマッチョルと応じます。続いて航空学校同期の凛子がフランス人の同僚パイロットと婚約していることを明かします。次はくるみ山下美月さんの父吉春松尾悟さんが、この日の会場となった喫茶店ノーサイドの美智子ママ宅間聖子さんとの会話の中で、吉春がやっぱりああいうドレスを着てみたいもんかと質問すると、美智子ママは若い頃は憧れてたけど人の結婚式ばっかり出てたらこの年や来世に期待しとくと笑い、そんな彼女を吉春が意味ありげに見つめるシーンが。そして最後はくるみと前の兄春と横山優さん、パーティーが盛り上がる中一人静かに外に出た春とをくるみだけが気づいていました。そして公園のベンチに座る春とのもとに飲み物を持って現れたくるみ、ひっそりと二人だけでの二次会が始まります。これから何やったらええんやろ、お金を稼ぐことぐらいしかできないとぼやく春とに、くるみはお金を稼ぐことはすごい才能で自分の父には一つもないと言って励まします。うなずく春とに、くるみはいたずらっぽく酔っ払ったら素直なんですねと言うと、春とは咳込んでしまいます。くるみちゃんにはこのワンワという春との背中をさすってあげるくるみ、そしてくるみは嬉しかったな、大事な友達と大事な友達が家族になりました、めっちゃ嬉しくてちょっと寂しいですとしみじみ語るのでした。視聴者からはやっぱハルト兄ちゃんとくるみちゃんいい感じよな、ハルトくんに胸の内を話す言葉の一つ一つに思いが溢れてて胸にじんとくるものがあったわ、くるみちゃんその気持ちは舞たちには言えないね、ハルトに言えたのよかったねといった声が上がり、他のカップルにも山田と藤沢カップル、やっぱりな超お似合いやしな、くるみパパもフラグ立ちましたね、春が近そうなカップル続々といった声が上がっていました。またカップルの話題ではないのですが、注目を集めたのがゆら先輩、アメリカアリゾナ州でパイロットをしていてセスナ機でグランドキャニオンを飛んでることを明かしてくれます。恋バナはありませんでしたが、日本では身長の問題で叶わなかった夢をアメリカで叶えていたことにおめでとうございますといったコメントで溢れていました。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。